アクティビジョンブリザードアクティビジョンルクソーフラックス、ルクソーフラックスとはかつて存在していたアメリカ合衆国のコンピュータゲーム開発会社である。1997年にセガの海外スタジオであるセガテクニカルインスティチュートに所属していたピーター、モラウィエクとエイドリアン・スティーブンスがカリフォルニア州サンタモニカで設立したルクソーフラックスは 初期数作品の時は、比較的規模の小さい集団だった。モラヴィエクとスティーブンスに加え、ジェレミー・エンゲルマン、デビッド・グッド・リッチ、エドバード・トスによって制作されたビジランテ8で大成功を収め、1999年にこのゲームは、ニンテンドー64に移植され、続編のビジランテ8、セカンド・オフェンスが発売された。2002年10月、トゥルー・クライム。 ストリーツ・オブ・ LA の開発を手掛けている時に、アクティビジョンが、ルク・ソー・フラックスを買収したと発表。ルク・ソー・フラックスはそのトゥルー・クライム、ストリーツ・オブ・ LA や、続編のトゥルー・クライム、ニューヨーク・シティだけでなく、カンフー・パンダやトランスフォーマーズ、リベンジ・オブ・ザ・フォールンといった反剣ゲームも手掛けた。しかし2010年2月11日、アクティビジョンは、スタッフ削減の一環として、 ルクソーフラックスを閉鎖したと発表した。アイソポートラブストは、ルクソーフラックスの設立者によって設立されたゲームスタジオで2008年夏に XBOX ライブアーケード対応のビジランテ8アーケードを発売した。ありがとうございます。